はい、皆さんこんにちは。今日はですね、陰謀動画が規制されるということなので、直木マンズキッチン伝説の企画第2回目、今日はなんとステーキを、はい、また YouTube が厳しくなるらしいです。今度は陰謀動画とかをおすすめに出さないらしいです。これで都市伝説業界終わったってみんな心配したかもしれないですけど、ただ記事をちゃんと読んでみる限り、全ての陰謀動画が規制されるってよりかは、一方的に怪しい治療法や明らかに間違っている情報を主張するのがアウトだということでした。例でもあったように地球平面説の熱狂的な人たちって結構いるんですね。一方的にそれを主張するような動画がアウトだということです。こういったルールの変更って主に海外がターゲットなんですよね。もう海外にはめちゃくちゃぶっ飛んでる陰謀チャンネルがたくさんあるので、なのでもし YouTube がまともだったら日本の都市伝説業界は問題ないと思います。合っていることは合っている、間違っていることは間違っている、わからないことはわからないって感じでみんなで考察するじゃないですか。これ何の問題もないですよね。むしろ世界の問題についてみんなで考えるなんて素晴らしいことじゃないですか。ただみんなもご存知の通り、 YouTube は AI が自動的に判断するので、もしそのキーワードが出た時点でアウトとかだったら終了のお知らせです。直木マンキッチン開始。なんと先週ビレッジヴァンガードさんとのコラボで発売された直木マングッズがありがたいことに再販することが決定しました。パチ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 。今日2月2日取扱店舗全店にて受注開始で、2月11日受付終了となります。もちろんオンラインもあります。入荷の時期は3月上旬とのことです。この期間中に皆さん予約すればゲットすることができるので、よろしくお願いします。今日は長年議論されている2つのテーマをピックアップしてみました。歴史はミステリーに満ち溢れていて、日本の歴史も議論されるテーマの一つだと思います。日本が最初に文字を習得したのは中国から漢字が来て、それからカタカナとひらがなを作ったことになっています。そしてその文字を用いて日本最古の歴史書古事記と日本書紀が仮名と漢文で書かれていると。ここまでが一応一般的に知られている日本の歴史なんですけど、なんとそれ以前に日本には歴史書があって、日本には古代文字があったんじゃないかというのが今回のミステリーなんです。古事記や日本書紀の原書となったと言われている約1万行で書かれている発末体、最も古い古事記が712年に成立されたと言われているんですけど、なんと発末体は縄文時代末期の紀元前2、300年頃だと言われています。そんな昔に日本には文字があったのかが議論のテーマになってくるんですね。この発末体自体は江戸期に発見されたらしいんですけど、そこで使われている文字というのが縄文時代に使われていたとされる押手文字、アニメなんかに出てきそうな記号ですよね。じゃあ発末体にはどんなことが書かれているのか。基本的には古事記などと同じように日本の歴史が書かれているんですけど、なんとそれよりももっと具体的に日本の風習や習慣、それだけでなく宇宙の創生、地球の誕生なども載っていると。すごいっすよね。ただ一般的な認識としては、日本には漢字以前に伝わる文字がなかったということになっています。この押して文字がまさにそこに当たるので、この押して発末体は偽書だと言われてしまっています。偽物だと。なので認められた文献ではないんです。江戸時代にはこういった神代文字がたくさん創作されたらしいので、これもその一つだと。みんなも調べたらわかると思うんですけど、かなり批判されてるんですよね、これは偽書だと。ただそれと同時に熱狂的な支持者もいて、これは新書だという意見もあります。まあ僕もね、具体的になんか本を読んだわけじゃないのでどっちかわからないんですけど、まあ話を進めるためにこれがもし本当だとしたら結構面白いことにつながってくるんです。発末体の中には阿波の歌というものがあります。歌ったら元気になるという一見怪しい言い伝えがあるんですけど、この歌は神様のイザナギが左回り、イザナミが右回りで、アに続く23プラス1、ワに続く23プラス1の言葉で掛け合う歌らしいんですけど、23音ずつって聞いて何か連想されないですかね。そう、 DNA。 うん、誰も連想しないわな。男女23本ずつの染色体を合わせて46の染色体で生命の誕生です。このイザナギとイザナミの23音ずつというのは DNA の二重螺旋構造を表しているんじゃないかと言われています。歌の中で最初は失敗に終わってグ
グニャグニャした神が誕生してしまうんですけど、間違いに気づき逆回りしたら次は成功するんですね。この失敗は左回りの DNA、Z 型 DNA のことじゃないかと。 DNA は全て右回りなので、左回りだと生命が誕生できないんです。この23音ずつ合わせて46の染色体 DNA を発見したのは1950年代のことなので、もしこの歌が DNA と関連性があったらどういうこと？日本には超古代文明があったんでしょうか？またそれよりも古いとされるカタカムナ文献なんかもあったりして、そこそこリクエストも多いテーマなので、そのうち日本の歴史も掘ってみたら面白いかもしれないです。先ほど阿波の歌を歌ったら健康で元気になるっていう言い伝えがあるって言いましたよね。言霊なのか思いの力なのか、まあ、その真相はわからないですけど、以前引き寄せの法則とか仮想現実の話をしてきたので、思考が現実化するんじゃないかというのはもうみんな頭にあると思います。今回はもしかしてそれが本当かもしれないと思わせる結構有名な言霊の実験を紹介したいと思います。これどうやら学校の授業でも教わるって聞いたんですけど、どうだろう。1999年に江本勝さんという方が自らの伝言という本を出版しました。それが一気に世に広まって世界45カ国で翻訳されたそうです。どんな内容なのか簡単に言うと、人間の発する言葉には波動があり、それを水が理解するというものです。は？ある実験でありがとうというポジティブな言葉を呼びかけた水の結晶が綺麗で、逆にバカ野郎とかネガティブな言葉をかけた水の結晶は汚い形になったという。これだけではなく、綺麗なモーツァルトの曲を聴かせたら綺麗な結晶で、激しいヘビーメタルの曲を聴かせたら綺麗な結晶ができなかったそうです。僕ヘビーメタル大好きなんですけどね。まあ水は情報を記憶することができて、言葉も思いも波動で、それが影響しているという主張です。ちなみに愛と感謝という言葉が一番綺麗な形になったらしいです。この話が一気に広まって実際にいろんな人が実験してみました。このように瓶に愛と嫌いと書いて、その中にお米を入れるだけです。あとは毎日瓶に向かって愛とかありがとう、逆に嫌い、死ねみたいな言葉をそれぞれの瓶に呼びかけて待つだけ。ただ呼びかけているだけなので、まあ普通なら日数が経つにつれて両方腐敗していきますよね。なんと4日目には嫌いと書かれた瓶のお米にカビが生え始めました。愛と書かれている方は普通なのに。6日目には嫌いの方がかなりカビが生えています。9日目、もうカビだらけです。ただなんと愛の瓶は綺麗なまま。最後の13日目、もう嫌いの瓶はドロドロです。一方愛の瓶はかなり綺麗な状態。こんなことが本当にあり得るんでしょうか？言霊の力なのか思いの力なのか。水が意識の情報を理解してこのような形で現れるという。ただこの水の実験、当然のように科学の世界からはかなり批判されています。みんなも自らの伝言ってググったらわかると思いますけど、ほとんど全部これを信じるなっていう記事になっています。まあもちろんこれは科学ではないですよね。ありがとうが綺麗な言葉とか嫌いが汚い言葉って人間が定義しているだけで、自然がそんなことを理解するはずがないと。おそらくちゃんとした実験も行われていないというので、まあ切りないですよね、それを言い出したら。ただオカルト、スピリチュアル業界的にはそんな科学なんてどうでもよく、こういった力は確実にあると言います。確かにニコラ・テスラもエネルギー、周波数、振動で物事を考えろと言っていました。なのでその観点から考えると、ありがとうがいい言葉というのはもうみんなの意識にインプットされてますよね。その意識がいい周波数を周りに影響を与えて、みんなが思う綺麗な形が出来上がり、無意識であってもネガティブな言葉だと思って問いかけると、低い周波数を周りに与えて、まあ、僕たちの認識ですけど綺麗じゃない形が出来上がると。もしこれが本当だったら、みんなが普段 SNS につぶやくことや友達との会話、自分に向ける思い、それがどんな影響を与えているのか、引き寄せの法則に通じるものがあるかもしれませんね。みんなはどう思いますかね、この話。まあ聞く話だとこの実験ほとんど毎回成功するらしいので、僕も実際にやってみましょう。同じ瓶を2つ用意して、中にお米を入れて、1つにはありがとう、でもう1つには嫌いと書きました。
毎日それぞれにこういった言葉を問いかけて、どういった変化が見られるのか楽しみですね。変化が見られるようになったら報告しますね。また暇でやったことない人がいたらやってみてください。どういった結果になるのか。まあ水に関する話はもっと深く掘ったりできるので、また今度。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。どうでしょう皆さん、美味しそうに開けましたよステーキが。